可愛いよね。やっぱりワンちゃんがキュンか。落ちたな。いやちょっとラジオ体操ビルだなと思って。一緒にどうですか。なんでワンカですあ、バレました。バレましたね。すいません、ナンパです。いやちょっと一目見た途端もうこれは行かざるを得ないと思って。どこに。君に、もう君にアタックするしかないと思って。今突っ込んでいますよね。今出ますよ。噛んだらダメなやつ。そういうの厳しいタイプ。放送いいんですか。放送いい。放送いいんですよね。放送いいじゃない。 OK。 じゃああそこのパチンコの子が電気消えてるんで、それ取り替えに行きましょう。初めての共同作業、ね、それやりましょう。せめてパが消えてるよなみたいな思ったじゃん。しかも作業もやらせてくださいみたいな、うん、じゃあやるから見てて、俺あそこ登っていくから。あ、西武線に行こうとしてる。西武線に行こうとしてる。今日はやめた方がいい。いやなんかあの辺なんかすごい鬱のオーラが、風水的にやめた方がいいマジで。鬱のオーラがすごい充満してたから。じゃあ分かった。もうちょっと本当いろいろ煮詰まってきたことですし、話はどんどん積もってきたので、飲み行きましょう。軽く一杯。お腹空いてる。お腹空いてるでしょ。お腹空いてるでしょ。映画見た後何の食べたいかな。あ、映画見てきたのね。そうなんです。あ、何だ。ご飯食べ。お、新作。ジョニーデが出てないやつ。出たやつ。マジでよく、ジョニーデ降板になった時点でもうええわってなったもん。え、なりますよ。なるでしょ。あ、でも行ったんだ。うん。でも金曜ロードショーやっちゃって、前作やってて。はい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 。もう、行きたいな。だよね。予告見たとき。なったでしょ。ちょっと待って。なったでしょ。ちょっと待って。なったでしょ。なったでしょ。だからもうそこちょっと整理しないと。映画見て見ていきます。だからちょっといろいろ全部吐き出して、俺はこうやって聞いて受け止めるんで。それいいですか。まだ見てない。まだ見てない。俺が見るんでネタバレになっちゃうじゃないですか。大丈夫、俺見ないから。で、だから見るって言ったのと見ないって言ったのどっちですか。細かいの。 OK、 了解です。何が了解ですか。とりあえずご飯行きましょう。はい、ご飯行きましょう。ねえ、仕事何してんの。子供行ってんの。え、そうなの。ガテン系の仕事やってるかと。現場監督でもやってるのかと思ったけど、保育園とかにいる感じとは思わんかったけど。へえ。で、職場だって女ばっかりでしょ。女ばっかり。あ、男もいるんだ。どう、仕事は。まあ、人間関係はすごいです。毎日誰かの悪い目が飛び交ってるような。マジで。休み疲れたんで、休みやる気もしない。休憩室とかでは、自分の顔してるから、暇そうになってしまうみたいな。って、可愛いよね。やっぱりワンちゃんがキュンか。さっき声かけた時も可愛いなって思ったけど、今また思ってる。何その職場とかでこういう色恋沙汰とか、なんつうの、男女のなんかキュンキュンとかも全くない。全然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 全顔をね、性格的には。性格的にはね、まあ人間性がしっかりしてるけど、私結構性格はメンタルに多いから。うん、あ、自分のそれを受け入れてくれる人。え、元彼はじゃあそういう人だったの。全然人間性がなくて。あ、全然人間性がなくて。それは人間性がなくてって思った。改めて元彼に足りないのは人間性みたいな。人間性、人間性。マジでどういう人だったの。人の心がなくて、これ聞いたら相手がどう思うか考えないタイプ。
真っ黒のブラックコーデしてた時に、上羽織ってたのは紫だったんです、うん、黒のニットスカートに黒のブーツなんか入ってて、ご飯食べたらなんて言われたかって、うん、今日葬式。なるほど。でもなんか結局なんか1の下手じゃない、かわいいじゃん。でもなんかそんなさ、職場でもあれだし、モテるだろうにそんなちょっと変な人引いてるし、なんかうまくいってないよね。運がない、運がない、あ、生まれるとき全部使い果たしたみたいな。生まれるときに運を使い果たした。今本当男もない、水準のとおりに外出するんだけど、ガチャンだね。あ、もうそれ全部運のせいだと。いや、それ別に男がないとかじゃないと思うけどね。なんかたまたま変なやつ引いてただけで、逆に人生で変なやつ引いてきたから今後当たりしか来ないんじゃないの。そうじゃん、うん、一般化しない方がいいと思うよ。男がないっても思っちゃうと本当にそうなんじゃない。生まれた時に運を置いてきたとかさ、そんなに言っちゃうとさ、本当そうなる気がする。で今まで逆に陰謀くじ引いてきた分、残りは当たりしか残ってねえみたいな。あ、残りこのやつがあるってこと。そうじゃない、今もう今後いいやつ引くために先に外れくじを引いてきた期間なんじゃないの。なるほど、うん、なんかそんな風にもう私は運がないとか言う必要ないと思うけど。今まで逆に陰謀くじ引いてきた分、残りは当たりしか残ってねえみたいな。いやー、夜風が気持ちいいですね。この先に連れて行きたいとこあるから、行こうか。わかりました。わかりました。早いな。早くない？うん、早いっすね。男らしいな。そういうとこ男らしいね。ここが俺ん家だから。ここ俺ん家です。あ、素敵なお家ですね。じゃあ今からお母さん受付やってるから。ん？お母さんがうち受付やってるんで。受付やってるんですか？うちの母親に合わせるわ。エントランス、素敵な門構えで。あ5万人登録いったー。もうみんなのおかげで行きました。この先さらに6万7万目指していきたいんで応援してください。周年記念で配ってたプレゼントをもう少し継続して、配りたいと思います。まだ LINE 登録してないって人は登録してもらっておいてください。